フリデリク2世は、レグニツァ公、ブジェク公、グーグフ公。歴代のレグニツァ公の中で最も有名な人物で、極めて優れた財政運用能力を駆使して、自らの公国をオドラ川まで拡大することに成功し、レグニツァボウフブジェク公国を創設、オーレグニツァの異名を取った。ホイヌフ=オアバレグニツァブジェクルビン公フリデリク一世の次男、母はボヘミア王、イジーの娘ルドミラ。1488年、まだ幼い頃に父を亡くしたフリデリク二世は、ニーヤン二世、弟イジー一世と共に、レグニツァ、ホイヌフ、ルビンを相続し、同時に母ルドミラの摂政を受けた。ルドミラはまた、ブジェクとオアバを家不領として与えられていた。少年時代、年若い公爵は、封建上の主君である、ボヘミア王、ブラジスラフ・ヤゲロンスキーのプラハ宮廷で育った。1495年、兄のヤン2世が創世するに伴って、フリデリク2世は、レグニツァブジェク公爵家の家長となったが、その後3年間母の摂政を受けており、正式に申請を開始したのは1498年になってからだった。さらに弟のイェジ一世が1505年に成人すると、兄弟は公国を分割することを決めた。フリデリク二世がレグニツァとその他の小規模な地域を保持し、イェジ一世はブジェクとルビンを与えられた。1507年、フリデリク二世は聖地エルサレムへの巡礼に赴き、さらに1516年から1526年まで、低地シロンスク総督を務めた。1521年に、イェジ一世が子供を残さずに死ぬと、フリデリク二世は、ブジェク公国を相続した。ブジェクに加えて1523年には、ボウフを購入して、財産を増やし、さらに自分の公国全域に、経済的繁栄をもたらすことに成功した。同年、フリデリク二世は、プロイセン地方の領有権問題に関して、ドイツ騎士団総長アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクとポーランド王ジグムント一世との間の調停役を買って出た。ドイツ騎士団は1525年にアルブレヒトを公爵とする世俗公国となり、同時にポーランド王冠の属領となった。フリデリク二世は治世中、自分が所有する諸都市の整備と美化に努め、舗装された街路を設置している。また、自領の防衛力を高めることにも貢献、レグニツァに強固な守りが必要だと考えたフリデリク2世は、たくさんの礼拝堂や教会を解体し、それらを城壁と要塞に変えた。1521年までに郊外にあった15の教会と礼拝堂がすべて取り壊されている。1540年から1544年まで、フリデリク2世は、宗主のボヘミア王フェルディナント1世から、グーグフ公国を与えられていた。また1542年には、母方のいとこである、ミュンスターベルク・オレシニツァ公、カレル1世の遺児たちからミュンスターベルク公国を譲られた。ただし、フリデリク2世が死ぬと、ミュンスターベルク公国は、フェルディナント1世が接収した。1515年11月21日、ポーランド王カジミエシュ4世の末娘エルジュビエタと最初の結婚をしたが、エルジュビエタは最初の子供を出産した際に子供と一緒に亡くなった。1519年11月14日、ブランデンブルク・アンスバッハ辺境伯フリードリヒ5世の娘ゾフィーと再婚した。ゾフィーはフリデリクの最初の妻エルジュビエタの姪であった。公爵夫妻は3人の子供に恵まれた。ありがとうございます。